せーの、パヨッパー。はい、ここからのお時間はパズルボブルエブリバブルのお時間です。というわけで今回 RTA ジャパンでの披露、珍しい4人協力プレイでお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速走者の紹介をしていきましょう。画面向かって左側、はい、緑のバブルーンを操作しますタッキーです。よろしくお願いします。はい、そして青いドラゴンのバブルーンを操作します、ラドリュー君と申します。続きまして、3番目の方。はい、3番目、黄色の、クルルンを操作します、黄色、ネクオスと申します。そして最後にこちら、はい、4番目、ピンクのコロロンを操作します、ポシと申します。そして解説は、はい、シノです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、では今回は、5月に発売されたばかりのパズルボブルエブリバブルの中にありますパズルボブル VS インベーダー、こちらを行っていきます。はい、というわけでパズルボブル VS インベーダー、まあ、通称パズボベーダー、パズボベーダー、パズボベーダー、はい、今3人いましたかね。パズボベーダー、みんな覚えました。パズボベーダー、はい、はい、こんだけ言ったんでね、覚えた方はツイートしていてください。はいはい、では早速、皆さんエントリーの方よろしいでしょうか。はい、はいはい、では改めてですけど、緑がタッキー、青がタドリューさん、黄色がネクオスさん、ピンクがボスさんということで、はい、ではカウントダウンの方しのさんお願いいたします。はい、それではカウントダウンは3、2、1、パヨンパーでいきたいと思います。それではいきます。3、2、1、パヨンパー、パヨンパー、やっていきましょう。はい、トラックです。で、時間がないので結論から先にお伝えします。この RTA は人類の結束で乱数をねじ伏せる RTA です。ではルール説明です。弾が消されちゃった。頭上のインベーダーに向かってバブルを打ち上げます。緑欲しいな。バブルは緑あります。あ、お願いします。打ち上げるバブルは水下と交換できます。インベーダーは左右に移動し、端まで行くと一打を打ちます。左バブルがミッドラインを超えるとゲームオーバー。すべてのバブルを消すとステージクリア。3ステージクリアしたらタイマーストップです。さすがにわちゃわちゃしてるなと思ってると思うんですが、はい、終始この調子でずっとわちゃわちゃしておりますのでご了承ください。頭しい、1目クリアしそうですよ。右を解きます。あーれんま、ごめんなさい。あーれ、落ちていて、落ちていて、これ消して、はいはい、あと1個水色。オッケー、あ、そう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 、ナイスナイスナイス。欲しい色が来ない。さて2ステージ目に入りました。2ステージ目、インベーダーの動きが少し速くなりまして、攻撃がこれ斜めに振ってくるようになります。攻撃に当たってしまうと一定時間動けなくなってしまうので、これを、ね、避けながら打っていきましょう。攻略のコツは緑色に光る視点の周囲を消すことです。インベーダーはちぎり落とせるので、いかにちぎり落とすかが単に短縮の鍵となります。今がですね、黄色をまとめて消して今落としていきました。そういう感じでちぎり落としていきます。どうしようかね。このゲームは一人で走るとものすごく乱数のブレに悩まされるんですが、パズルボブル星人が4人結束すれば乱数も数の暴力でねじ伏せられます。手前緑、さあ、あっという間にもう2面が終わりに近づいてきましたよ。さあ、最初見ましたが、このゲーム全3面なので、もうこの次のステージクリアしたらタイマーストップになります。皆さんもまばたきもできないくらいのスピードでここから参りますので、さあ緑を消していく。緑を消して、はい、さあラスト1、さあ最後は、はい、ネコスさん左に待機してます、はい、さあ、で最終ステージです。このステージをクリアすればタイマーストップです。さあ、このステージなんですが、攻撃がまず2種類、やめて、まっすぐと斜めになっております。これ色は2つあるんですが、なんとこの色で動きを判別することはできないので、ちゃんと見て判断することになります。さあ、走者の皆さん、ここで4人で声をかけ合って欲しい色を出るぞと言っていきます。ちゃんとちぎり落としていく、素晴らしい、ナイスプレーでしたね。じゃあもう一個いくわ。ナイスナイス、いいですよ。さあ、黄色じゃない、終盤の声が少なくすると声の掛け合い非常に重要になります。なんだ、さあ、ピンクを持ってる人いますか。あ、いいですね、ピンクです。あ、ピンクね、こっち、青欲しいですね。差し込むわ、差し込みますか。あ、消されと、今そう、攻撃で総裁されてしまいました。惜しいです。さあ、青、オッケー、タイマーストップ。はい、タイマーストップです。お疲れ様でした。さあ、負けた、よし、オッケー、よし、
ですよ。さあ見事3分切りということで、ではタッキーさん、発送した感想をお願いします。はい、今日後ろでアルティエ道場ってやってたんですけど、一般プレイヤーがやった記録が3分40秒だったので、いやそれ切れてよかったです、はい、というわけ です、ね、まあ、今回ですね、これオフラインでしか披露できない、スイッチ本体1つにですね、コントローラー4つつなげないといけないということで、オフライン限定の、RTA ということで、こういう大きな会場で、でみんな一斉にパヨンパーって言ってね、こんな壮観な光景ね、経験できて本当に良かったと思います。はい、はい、でですね、まだですね、この作品本編残ってるんですよね、うん、ストーリーモードっていう150ぐらいのステージがあるね、大きい大きい RTA があるんです。2時間半ぐらいかかる、はい、そっちの RTA ね、まだまだ開拓進んでないのでね、こっちの方も今後やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そんなパズルボブルエブリバブル、なんか耳寄りな情報があるということで、なんかその情報を掴んでるのお姉さんですかね。はい、はい、お願いします。はい、こちらのゲームパズルボブルエブリバブル、今回披露したモードのほか、大ボリュームのストーリーモードやレートマッチもできる対戦機能がついて5280円ですが、今ならなんと 25% オフの3960円3960円でお求めいただけます。安い。なんだって、なんだって、今買えばお得で、今から遊べばもっとお得、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最後に1個だけ、はい、イベントの宣伝させてください、うん、RTA in V ストリーマーズという V の方、アバターを持っている方限定の RTA イベントというのを運営しているんですけども、こちらの第6回開催をですね、日付言いますよ、4月の20日土曜日、この RTA in Japan さんのチャンネルを借りて開催することが決定しております。はい、はい、というわけでですね、気になる方、2月ぐらいにですね、奏者応募始めようかなと思ってますので、その頃にですね、応募動画の方をしたためていただければと思います。はい、はい、というわけで、宣伝以上となります。さて続いてですけど、皆さんお腹空いてきませんか。空いてきた、空いてきた、ちょっと、はい、ちょっと私たちもまだ晩ご飯食べてないんですよね。そうですね、うん、はい、次のゲームなんですけど、ハンバーガー良さそうですね。良さそう、あーですね、いいですね。はい、というわけで続いてのゲーム、バーガータイムデラックスです。引き続き RTA in Japan をご覧ください。はい、ありがとうございました。はい、また会いましょう。ありがとうございました。パズルボブルパッキーねー。パヨンパー、パヨンパー、パヨンパー。